こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最新鋭巡視船へ3がまさかの座礁。なぜこんな事態になったのか。地元の人でさえも疑問に感じている。では、地元の人でさえ疑問に感じる。座礁中の巡視船を詳しく見ていきますね。巡視船 A3 の今の事態は、海上保安庁第1管区小樽海上保安部所属の新鋭巡視船 A3 が、1月2日午前7時半ごろ、小樽港に向けて岩内港を出港した直後に、港の防波堤から100メートルほどの浅瀬に乗り上げて、スクリューと舵が海底の砂に埋まり、エンジンが自動停止したために動けなくなる座礁事故が発生した。幸い、A3の乗員23名は全員無事で、そのまま船内で待機している状態であるが、船内への浸水や船体からの油などの流出はなく、また、座礁した位置から見て、岩内港に出入りする他の船舶の航行への影響はないとされている。小樽海上保安部は別の巡視船による曳航を試みたものの動かすことができず、 A3 の離礁と曳航の作業の依頼を受けた日本サルベージ社が2000トンのタグボートを福岡県門司港から開港して7日の0時から曳航作業を開始し、同日2時30分過ぎに離礁させ、岩内港に戻すことに成功し、海上保安庁では、現在、A3の船底の損傷などを調査している。また、小樽海上保安部は、1月8日付で、同部の公式ホームページ上で、今回、A3が座礁した岩内港の浅瀬について、情報を発信して付近を航行する船舶に注意を発している。巡視船 A3 は排水量1500トンの国神、国崎型の PL。警備能力特化型のヘリ甲板付け大型巡視船型巡視船で、2016年に就役した新鋭艦で、全長約100メートル。最大幅 11.5 メートル、25ノット以上で、兵装は 30mm 単装機銃1機に、高速警備救難艇1隻、高速複合警備艇2隻を搭載していて、ヘリコプター甲板を装備している。A3の喫水船の深さは 4.6 メートルであるが、小樽海上保安部によれば、座礁した現場海域の水深は11メートルから12メートルあるはずとされていて、通常であれば座礁などするはずがなく、座礁原因については現場の海底が砂地で変化が激しい場所であることから、波などによって一時的に部分的に浅くなっていた可能性があるとしながら、A3が海底状況の把握ができていたかどうかと、人為的なミスによるものかどうかを調査するとしている。地元の漁師などによれば、この海域には泊原発があるために、巡視艇は常に在中しているような状況で、岩内港周辺の海域については、よくわかっているはずだとして、なぜ港のすぐ近くで座礁してしまったのかはわからないと語っている。A3が座礁した現場をニュースなどで見れば、港の防波堤出て、
すぐのところで、水深が浅く座礁するような場所ないと思われるが、スクリューと舵が砂に埋まっていることから水深が、4メートルほどになっていたと思われる。よく知っているはずの海域だからとの油断があったのか、あるいは何らかの自然現象で、海底の水深が急激に浅くなってしまっていたのか、今後の調査報告が待たれるところである。巡視船の事故としては、2016年に第11管区海所保安部の宮古島海上保安所所属の巡視船、ノバル、排水量209トンが宮古島の平良港の防波堤に衝突して、乗組員15人のうち3人が顔面、あばら骨、左腕などを骨折したほか、12人が打撲などの軽い怪我を負った事故があった。この事故では、ノバルの船首部分が大きく大破して、相当の速度で岸壁に衝突したものと見られていて、入港進路の判断を誤ったことが事故原因の一つと考えられるとされた。この事故では、通常の入港時より、船速が出過ぎていたにもかかわらず適切な指示がなかったとして、ノバルの船長と航海長が業務上過失往来危険の疑いで書類送検されている。また、2018年には第5管区海所保安部の境海上保安部に所属する巡視艇しびかぜ排水量23トン大阪府泉南市の沖合500メートルで故障して漂流していたプレジャーボートの救助に向かう途中で、ワカメの養殖網、縦100メートル、幅800メートルに乗り上げてしまい、網の一部をスクリューに絡めて、約130万円の損害を与えたとして、やはり、船長が業務上過失往来危険容疑で書類送検されている。今回の座礁事故が防げない予想外の自然のいたずらであるのか、はた、また、単純に人為的なミスであるのかは、今のところは不明で、エサンの船長や幹部が処罰を受けることになるのかは、現時点ではわからないが、もし人為的なものが原因であれば、船長以下幹部には何らかの処分が下されるかもしれないのである。ところで、海上保安庁における巡視船と巡視艇の違いは、あまり知られていない。この両種の違いは、活動範囲と船形の大きさで分けられていて、巡視船は大きな排水量で外洋に出て、広範囲な海域で活動する船舶のことで、BLH、BL、BM、BS などの記号が与えられている。また、巡視艇は、港内や沿岸など限られた海域で活動する小型の船舶で、全長が23メートル以上の船を BC、20メートル以下の船を CL と呼んでいる。ちなみに、海上保安庁に所属する船舶は、巡視船、巡視艇など400隻にも、上るが、それらは、業務ごとに3種に分類されていて、巡視船や巡視艇など、海上警察活動や捜索救難活動を行う警備救難業務用船、海底地形測量や海潮流観測などを行う測量船、灯台や航路部位などの維持管理を行う航路標識測定船、接標船などの航路標識業務用船の3種である。このように測量船を持っている海上保安庁が、
港湾などの水路測量はくまなく実施しているはずであり、大型船舶が出入する岩内港であれば浅瀬の位置を知らないはずがないのである。ネットでは恵山乗員による人為的ミスを指摘する声が多いが、先に挙げたノバルが速度の出しすぎで岸壁に衝突してしまった事故や磁気風のように網があることを知りながら問題ないとの誤った判断で綱に乗り上げてしまうなどとの事故ならばともかく、テレビニュースなどで座礁したポイントを見る限りでは防波堤を出たばかりの到底浅瀬があるような場所ではないと思われ、恵山が水深の浅くなっていることに気づかずにうっかり座礁したと指摘は違うのではないかと思えてならないと言って、岩内港に頻繁に出入りしている巡視船は水路の水深を十分に把握していたはずで、それが座礁してしまうほど砂地の海底がいきなり数メートル以上も浅くなるという現象が果たして現実的に起こり得るのかどうかも疑問である。現場の最新の海図や水路測量実施の記録などがどのようになっているかについては海上保安庁で調査を進めているものと思われるが、日本の沿岸を守る海上保安庁への信頼を損なう事態にならないように祈るばかりである。